ある。この後ライブがあるので、はい、売り切れる前に、はい、ラーメンいっぱい食べたいと思います。全部食べたい。ライブ前にも食べたいけど、ライブ後にも食べたい。これから楽しみたいと思います。はい、塩ラーメンってこういう感じなんよ。おいしい。塩なの
のにさ、油が結構ある。これすごい不思議、セロミラーメンだっけ、これなんだろう、これ今のところ一番好きかもな。なんだろうこれ、極上塩、なんかちょっと結構魚の味がする、カツオの味がする、これによね。ダメだ、これは私の塩ラーメン、はい、こぼさないで、全然こぼさないでよ。え、ひとちゃん、ほんと食べた？うん、めっちゃ美味しい、これ全然また味が違う。あ、これ全然全部なんかさ、あのさ、うん、全部が全部本当に違う、本当に美味しい、うん、それぞれ違っていいよね、いい。え、これ人気なくない？食べた？食べたいよ。これもう自分の中でどれが一番かっていうのはもう決まりつつありますよ。どれですか？塩かな。これめっちゃ美味しいですよね。塩かこれ、確かにこれは塩か味噌、塩マジが美味しい。確かに麺の減り方で人気なのが分かる。ごちそうさまでした。美味しかった、美味しかった、食べすぎた、なんか2杯分ぐらい食べたと思って、本当に結構食べてたみたいな、美味しかった。人のやつばっかり食べた、全部美味しそうなんだ、白まで飲み干した、うん、全部飲んだ。いやいいね、なんか美味しいもの食べたり、温泉入ったりライブしたりと、幸せですよ。まあ、今日はラーメン祭りでラーメンいっぱい食べたんですけど、うん、スイーツもパンもあったし、そうだよね、そっちも食べたかったですよね。ぜひまた来年もね、来れるように、はい、行きましょう。そしてあの全国のお祭り男子の皆さんシャーベットはどこにでも行きますので、はい、ぜひぜひ呼んでください、お声掛けお待ちしております。というわけでチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。以上、シャ